また上級宅を打っていきます。普段 MJ 打っていて、まあ特にこう自分のスタイルでずっと打っているんですが、まあ興味本位で段位が上の人で、ネット上に動画上げてる人の、まあ、打ち方っていうのをちょっと見てみた、まあ一つ二つ見てみた ので、まあ一個二個見て語るのもちょっとオーバーですけど、やっぱり MJ に合わせた打ち方、適した打ち方があると、まあ、そんなニュアンスでこう書いていましたね。で、MJ で適した打ち方イコール若干雀荘の打ち方に近くて、赤入り麻雀の 赤が入っている麻雀の特徴としてやっぱり泣きの方が有利と、まあ、有利というか、まあ、セオリーは泣きで進めると、泣きを多用する、まあこんな感じではありましたね。特に MJ じゃなくて雀荘だと赤1枚につきチップというのがまあ大体発生するんで、結構ハイ効率とスピード、広く手を持つと、今の3腕も3腕あんこになる可能性も考えて、まあ、手の中に入れておくと。私はここ333となると思ってなくて、まあ234か345で作るんでなんていうよく説明しますし、特に打ち方変える気も全くありませんが、やっぱり広く持つと、手を決めないで広く持つ、まあそんなこと、そんな雰囲気でしたね。例えば私の今までだとここは234でなんて役を結構重要視する傾向があるかもしれませんが、そういうのじゃなくていかに早く上がるかみたいな、そんな感じの気はしました。ただもちろんゲームといえど打ち方とか好みとかは人それぞれなんで、あと何より遊び、ゲーム自体遊びの延長なんで、どうしよう、イーソーチーソー、イーソーとチーソーの天秤にかけて、チーソーが1枚切れ、イーソーは出てないってことで、今ローソーの方切りました。まあ、打ち方はそんなに変えると、単位を上げるシリーズ用に何か自分が思ってもいない打ち方で打つみたいなことは今後もないんですけど、やっぱり本当に例えばこれが、絶対参加しないといけない MJ 麻雀で、しかも自分の人生、自分のなんだろ こう絶対参加しない上に大きな金額がかかってるとか人生かかってるみたいなものであれば、やっぱり遊びでなんかできないんで、段位を上げる麻雀っていうのを考えると思うんですけど、自分の打ち方とかより優先、自分の打ち方とか好みじゃなくて、そう思わなくても段位を上げる麻雀にシフトするとすべきだとは思うんですが、まあ遊びでやってる以上そんなにこう難しく考える必要ないなと、まあ私の打ち方で段位上がらない下手くそ、まあそれでもいいですし、ただ自分でこう思い描いた手を想像してその手を作るのが楽しいみたいな、
そこに麻雀の楽しさをちょっと見出してるだけに、まあそれで段位も上げていくみたいな、自分の打ち方前提で段位シリーズを続けていけたら楽しいなと。まあそもそもこれ遊びで上げてるので、そんなにこう真剣に考えてないんですね。段位上がらなかったらどうしようとか、段位上げるにはを必死に研究したりみたいな、そんなことはさらさらするつもりもなくて、ちょっとこれチースを使いたいんで、ちゃんとはそのうちできるでしょう。こういうのは自分の捨てた牌でポンってされるのがションパイですね。特にションパイをポンとあんまり好きじゃないんで、こう若干抑える傾向ありますね。あら、これは裏目だな。まあ、こう例えば自分の牌で泣かれたとしても、になき、あのちょっと待って待って、アンパイを探さないと。説明に一生懸命だと結構アンパイ、まあピンズのりアンピンは通るでしょうと。危ない、次振ってましたね。今のは次数ピン切る予定だったんで、まあ上がられはしましたけど、まあ仕方ないなと。どっちにしても点数取られる羽目になっていたなと。見てる方も別に真剣にすごい研究をして、なんとか1位のポイントを 0.1 ポイントも上げるようにみたいな、そんな見方してる人いないと思うので、私の動画なんていうのは、まあ見てなるほどと思う部分があったら嬉しいし、まあへーとか下手くそとか、何俺だったらトップ取れてるぜみたいな、まあそう思ってもらって見てもらっても全く問題ないですし、ただあの違う人の打ち方見るって結構面白かったですね。なるほどなぁと。特に今自分がこうやって上げてるだけに、人が上げている動画を見て、こう自分だったらここ3ワンだなと、ただ画面上では自敗切ったりして、ああなるほどなるほどと、結構面白かったです。やっぱ人のを見るっていうのは、ちょっと手が真ん中に寄ってきてるんで、3ワンちゃんとになって、偶装になんかくっついて、まあしごろごろちしごろごろち、まあいいペーコーとかそんな感じに伸びると思うんで、 CP なんかいらないんですよね。メンツ余りなんで、ヤンピンもいらない。こういう風に決めつけるのがちょっと人によってはうんと思う人もいるかもしれないですね。偶装にくっつくでしょうとは言ってますけど、くっつく保証は全くないんで、ちょっと私の勝手なこう構想を描いてるだけで、数層かロースを持ってくるでしょうと。なんでって言われると難しいんですよね。私もそういう打ち方だからぐらいしか。でまさかのウーピーあんこなんで、あとマンズ一面と掃除一面と作りたいなと。親なんで一応ここ厚く持ってますね。普通はあのリャンワンなんか切る前に運送の方が浮いてる牌なんで、運送切ると思うんですけど、あーこれスッチーピン切れないんで、これ切れないですね。どうしような。まあ、構図は分かんないです。1枚も切れてないんで。今のスッチーピン切れないんで、リャンピン3ピン落としていくのか、ちょっと今迷ってる。2ピン3ピン落として数ピンジャン等のウーピンあんこ使いにしようかなって考えてました。これはもうなんかちゃんと3色いってくださいっていう感じの手牌なんで、ちょっとかっこいい形にこだわって
まあ、このままいくとローワンでリーチかなと。あ、トップなんで別にツモのみでもいいか。トップなんでピンフのみでもいいですし、まあ、イーペイコーのみでもいいですし、上はピンズの染めて、まあ、イーペイコー9-1引いてったらちゃんとと。上からはリャンワン出ますね。上が積もれば、上はチュンホン1ドラ3なんで、まあ運よく 手の中に1枚浮いてたみたいですね。まあ、C の12に上がっても、あ、前回降格したのか、 C の1から。まあ、一応ランクは毎回見てますけど、別に B ランク A ランクになった、8段10段になったから何か私に変化があるかっつったら全くないし、まあでも動画見てる人にとってはこう上に上がったり下がったりの変化があった方が連続性があっていいかなと。まあ、トップを今回取れたんで良かったです。